はい、ポルシェがですねここ東京で発表したのはマカンというですねコンパクトな SUV の市販バージョンですね。ポルシェにはすでにカイエンという大人気のですね SUV がありますけれども、その一つ下にですね位置するモデルとして今回このマカンを発表しました。ベースはですねアウディの Q5 とかと一緒なんですけれども、これをベースにポルシェらしい仕立てをしているというのがこの車の内容になります。今目の前で発表された車はマカンターボというモデルで、これはですね400馬力にまで出力アップされた3リッターのですね V6 エンジンのツインターボ、これが搭載されているということです。リアもこのようにですねポルシェのカイエンと通ずるようなですねテイストのデザインが展開されています。さらにインテリアなんですけれども、インテリアもですねご覧のようにカイエンに近いですねデザインがなされていて、最近のポルシェのですねファミリーの一連のですねデザインの流れを組んだものになっています。